カリタス女子短期大学は、神奈川県横浜市青葉区あざみの2丁目29番地、1日本部を置いていた、日本の私立大学である。1966年に設置され、2017年に廃止された。大学の略称は、カリタス、カリタン。神奈川県横浜市青葉区内にあった、私立短期大学。運営主体は、学校法人カリタス学園。 カナダのケベックに本部を置く、ケベックカリタス修道女会が母体となっている。カリタスとは、ラテン語で、愛を意味する。学科体制はかつて二学科だったが、再編により、言語文化学科のみとなっていた。福祉、奉仕、そして母的な思いやりの精神を持つ海外との交流が盛んであり、その一つに、国際ボランティアインケベックがあった。これは、短大の母体である、 カリタス修道女会のあるカナダのケベックで、奉仕活動を体験するプログラムで、コミュニケーション専攻2年次の学生を対象に毎年、行われていた。修道女会が宿泊場所を提供するため、滞在費用を軽減できるメリットがあった。また週末には、ホームステイ体験もでき、異文化体験ができ、このプログラムでの単位も認定された。下記英語海外研修では、英語、 英語圏文化専攻学生を対象に、イギリスでの英語海外研修が行われていた。他、海外留学、研修制度もあり、英語、英語圏文化専攻ではオーストラリアで、仏語、仏語圏文化専攻ではフランスでの、フランス語海外研修が実施されていた。神奈川県横浜市青葉区ざみの2丁目29番地、1学科級、専攻体制級、 学科体制専攻科別科取得資格について、学園祭は、あざみ祭りと呼ばれ、毎年10月下旬の日曜日に開催されていた。クラブによる演奏や、手作り品の販売があり、在学生と同窓生、付属学校生、また、地域住民、商業などとの交流の場となっていた。大学関係者著名な出身者国内、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、フランス、カリタス。 修道女会が1960年に創設したカリタス学園には短大のほか、以下の付属学校がある。カリタス学園は神奈川県川崎下幕中野島に本部を置く。社会人向けに以下の講座、授業が公開されていた。ABC 出展、全国学校総欄昭和42年度版34ページより、昭和59年度版49ページより、 1996年度版72ページより、平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧81ページ、カリタス女子短期大学の校より、2015年度カリタス女子短期、大学学生募集停止のお知らせ青幕東急、カリタス跡地に、マンション建て通り新聞電子版2017年9月5日、ABC 学生募集は2008年入学生で、 最終。AB2009 年入学生よりそれぞれ英語、英語兼文化コース、仏語、仏語都文化コース。2009年入学生より現代コミュニケーションコース。ABC5 月1日時点での学生数。AB 学生募集は1994年、入学生で最終。1997年5月30日付で、正式廃止。ありがとうございます。